さあそんな中でスティーラーズの今日の注目お願いします。はい、10番スタンドオフのか福原、この人もキック力あります。左足あラン、うわアディアディ、これはオッケーか、プレーオフ、ほら解説はすごいだけでいいと思います。いいですねこれはもううわーこれペナルティーで左手の貝田力で引っ掛けました相手。まあここからどれだけさらに深く入れるかスティーラーズです。これでコンタクト近場フォワード当てます。中村俊太当てました。中に持ってきましたが、まあ、チャンスですね。あ、意図的にイーグルスはこの狭い、あ、ここもやはり小倉選手移動してきてますので左サイドですよね、元あった地点に戻るという。アーディーサベア、こちらも今シーズンはさすがのプレーが続きます。自陣で一つ当てるアーディーサベアが前、これで後ろからガットランドです。ただそれによって今度は手前サイドまた攻めようとしますね、イーグルス。あ、遅らせた、当たった、ダメか、ペナルティでした。オフサイド、ちょっともう松岡健太にサインが聞こえていないということでもう一回今確認しています。さあ取って中村からつなぐ、リアキマタグローグの武田がいますが前出ました、森おいったアディか、アディゲットか、ゲットさアディ流れるようなジャッカルシーンでしたね。一連のリズムワールドクラス、まあ、スチラとっては完全に崩されたシーンでありましたけど、もうサメン1人で、まあ、2人3人ぐらいデコイランナーマーフィーを使いながらです。島田、今新井選手のパスモーション非常に良かったですね、はい、おーバウンド。さあこの後カジバ、近いところから小倉純平入ってきました。ゲインです、新井から押しというところですね。このブレイクダウン周りはどうですか、ペナルティなし、ドロップあるか、後ろから10番、世界一のプレイヤー前ならとる、すぐに出したアディサベアからリトル、ラインアウトは回線見られますよね、はい、あ、どうか入った、さらにこれ中央にこれポジション移っていきます。あーペナルティ、また手前サイドにずっとかけています。正しい、田畑、ここは捕まえてスティーラーズです。ギブ、原尻から、おー戻した、山中から早くアーディサビアスが松永カンパー、どっちだ、自分で行く、お風呂の内からランマグ打ちました、松永のランカー離した、ディフェンスアーディ、アーディのキックスペース、アーディ福原、この人もショットでございますとレフリーにアピール、